おやっとさー、うしみでごわすー。今チャンネルで何度となく紹介してきた、鹿児島市公認バーチャル広報サポーターの、この原さくら子さんですが、ついにですね、新たな動きが出ました。いろんな意味で動きがありましたね。前に VTuber 化するという話題を出していたと思うんですけども、クリスマスイブの24日に、公式インスタグラムと担当されているイラストレーターのマムネモコさんのツイッターの方で、動画が、公開されているんですけども、そちらをぜひ見てほしいところなんですけども、いや、これですね、期待しかないですね。インスタグラムでは、動画を流してたりするんですけども、この機会にですね、YouTube の方でも動画で、鹿児島市の良さを紹介してもらえるということになると思うと楽しみですよね。YouTube はどうなるかわかりませんけど、インスタでは動画をやるっぽいですね、今のところですね。いや、牛的にもですね、コラボしたいところですよね。牛もですね、定期的に鹿児島の話題をバンバンやっている系なので、やりたいところですね。今後どういう活動していくのか気になるところですよね。特に来年1月は、鹿屋市で VTuber 展が開催されるというのもあるので、鹿児島の VTuber 会がさらに盛り上がりそうですね。今年よりさらに盛り上がるかもしれないっていう期待がありますね。来年は今年以上に活躍して注目されるような牛にならんといかんですね、本当に。1月はですね、リナカルーとリナ V の話題に、2022年は、鹿児島で活躍する VTuber さんや、鹿児島の話題をバンバンやっていきたいところですね。やりたいネタがたくさんありすぎて困る。本当に困る。